ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第90回目はこちら。屋根より高い鯉のぼり。ビビ君、今年も5月5日子供の日がやってきます。ビビ君の誕生日です。イエーイ。そう、5月5日は皆さんもご存知のビビ君の誕生日。2010年に誕生したビビ君ですが、モチーフとなっているのは長崎県の県庁であるおしどりと県中の九州鹿。今日は5月10日の愛鳥週間に先駆け、ビビ君のルーツでもあるおしどりについてお勉強をしてきました。ということで、今回はビビ君のモチーフおしどりに潜入。鳥についてとっても詳しい方と一緒にビビ君のルーツを探っていきますよ。ビビ君、しっかり学んでたくさんの人に伝えていきましょう。早速ビビ君、事務所近くの公園へ。この日ビビ君のためにお集まりいただいたのはこちらの方々。ビビ君、今日は野鳥の会の長崎支部の皆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、こちらの方々は日本野鳥の会長崎県支部の皆さん。日本野鳥の会とは、野鳥の保護と調査や研究、自然環境の保護を目的として活動をされている団体。ビビ君も早速ご挨拶します。今日はよろしくお願いします。鳥さんたちのことをもっといっぱい知りたいです。仲良しになりたいと書いてます。おしどりのビビ君のことも知っていただけると嬉しいです。野鳥の会の皆さんはビビ君が鳥であることはご存知でしたか？知ってましたよ。ありがとうございます。まずはビビ君、日本野鳥の会長崎県支部についてお聞きします。一体どれくらいの規模でどんな活動をされているのでしょうか？会員はですね、長崎県支部で200名いらっしゃいます。200名。ビビ君も予想以上の数にびっくりです。主な活動としてはですね、会員の皆さんや一般の人たちも含めてですね、鳥さんたちを観察をしています。長崎県内の野鳥や自然を守りたい人たちが集まっているそうです。そして今日はビビ君のためにこんなものも持ってきていただきました。山頂会の時にはお子さんたちも含めて見に行きますけども、そういった時にこういう写真とか絵を見てもらいながら、実際の鳥さんをと比べてもらって楽しんでます。ビビ君も同じおしどりの絵に大喜び。並んでみるとやっぱりそっくりな色をしていますね。ビビ君と同じのオス でこちらがメスなんですね。そう、オスとメスで色が違うおしどり。それではなぜ違う色をしているのでしょうか？どう思われます？なんで違う？皆さんはわかりますか？オスは一生懸命メスに気に入ってもらわないといけないので、おしゃれをしてます。オスは結婚相手を探すため、体を色鮮やかにし、派手な見た目にしているんです。で、メスはなぜ地味かっていうと、卵を産んで子育てをします。そうした時に外敵に襲われないように、目立たないようにということで、とても地味に。さらに衝撃の事実も教えてくれました。繁殖が終わったらオスもですね、こんな色になります。渡ってきた後にまたこの結婚相手を見つけるためにまたこの色になって、メスを獲得するっていう。冬子も時期が来たらあるのかもしれない。ビビ君もたくさんの人に愛されるようにおしゃれができるといいですね。
そしてビビ君もおしどりを事前に調べてお聞きしたいことがいっぱい。まずはお話を聞いて気になったことから質問させていただきましょう。いますね。で違う種類のカモさんと結婚する個体もおります。好きな人ができたら自由に結婚もできるようです。続いてビビ君が気になっていた素朴な質問。夏になると卵を産んで子育てをするので繁殖のために北に帰りますね。中国の北東部からロシアの沿海地方サハリンっていうあの辺で卵を産んで育児をします。季節や状況に合わせて生活の拠点を変えるなんて驚きです。さらにビビ君らしいこんな質問も。どんぐりが一番好きで、ですから夜になれば林の中にこう上がっていってからどんぐり食べてます。時間に関係なく何でも食べちゃうビビ君、これもまた新しい発見です。ビビ君毎年ね、その野鳥の会の皆さんはおしどりさんの数を数えられてるというところも事前調査でビビ君分かってるんですけど。そう、長崎の皆さんにも県庁であるおしどりを知ってもらおうと生息数の調査などをされています。ここでビビ君あることが気になったようです。五島とか行きも含めて年間100カ所台を、会員30数名ぐらいで手分けして調査しています。で調べ方としては各地に行って双眼鏡なり望遠鏡で一応1羽ずつ見てます。池やダムとかため池そういったところを100カ所ぐらい、1日ですね、その日に手分けして一斉に、数える。ダブリがないんです。はい、1日で一斉に調査をすることで正確な数を出しているんですね。さておしどりについてたくさんの勉強ができたビビ君、何やら何かの鳴き声が聞こえるようです。鳥さんのトゥルルルルって、なんだか可愛い鳴き声。一体この声の正体はどんな鳥なのでしょうか。カワラヒワっていう。カワラヒワ、これくらいのことです。スズメぐらいの、スズメぐらい。河原では、あそこに来たくちゃん。電線だ。あ、おるね。あの電線？そうそう。翼に黄色い部分があって綺麗な。あ、逆だ。全然見えない。こちらが河原ヒワ。河原で見かけることが多いと名付けられ、地味な色に見えますが、飛ぶと翼の黄色が鮮やかに見えるそうです。すごいビビ君、声聞いただけで、ねえ、全然姿は。見えませんでしたけど、もう声でわかるんですか？まあ、これはそういう特徴的な、キリキリコロコロっていうのは、はい、カワラヒワが出す。もうビビ君さっきから鳥の声が気になって。イソヒヨドリ。聞こえた？イソヒヨドリだ。すごくいい声です。今の時期によくなってますね。こちらの鳥がイソヒヨドリ。海岸の磯で見ることが多いと名付けられ、柔らかい、澄んだ声をしています。身近で聞ける一番いい声の鳥だと思います。さらにこの公園で他の鳥の声も聞こえたそうです。すごい。ビビ君、2,4,6羽の9で、ウグイスティーが、あ、カワラヒワが今鳴いたから10かな。あ、マクモった。じゃあ11種類。この公園にいるビビ君も入れると背番号と同じ12です。身近なところにこんなに鳥がいるなんて驚きですね。さて5月10日から16日は愛鳥週間。愛鳥週間とは自然の中で生活をしている鳥を大切にし守ろうという思いを普及するために制定されている1週間です。ビビ君も自然に生きる鳥と楽しく過ごしていけるように今できることを聞いてみました。優しく温かく見守ってください。鳥さんの姿とか鳴き声とか
可愛い仕草とかそういうのも見て楽しんでください。ねえ、ビビ君もお友達と、ね、仲良くしたり、こういう活動を広げていきましょう。ビビ君、機会があればバードウォッチングもできるといいですね。今回潜入したおしどり、ビビ君も自分のルーツと自然の中に生きる鳥についてお勉強することができました。私たちの身近にもたくさんの鳥が生活をしています。皆さんも愛鳥習慣を機会に小さなさえずりに耳を傾けてみてください。またトラスタでは J リーグ鳥の会とコラボをした愛鳥習慣ウォークラリーを開催中。ぜひこちらもプレゼントを目指して挑戦してみてくださいね。潜入して思ったこと。今回の潜入でおしどりさんや鳥さんたちのことをもっともっと知ることができました。思っていたよりもっとたくさんの鳥さんたちが公園に遊びに来ていてびっくりしましたが、鳥さんたちが安心して遊びに来れる場所なんだなって思うと嬉しくなりました。今度は鳥さんたちの観察会にお邪魔しておしどりさんと仲良しになりたいです。ビビ君。